この前買ってきたおばあちゃんのブリを買いたいと思います。今夜はお母ちゃんがブリの照り焼きを、ね、作るとどういうんだろう、うん、じゃあ大変だ、数向けは向かなきゃいけないから、うん、ちっちゃいと、うん、本当に一個一個全部渋むくんだね。これはね、栗ご飯は大変だ。はい、くりくり坊主で、これはクリクリ坊主だね、うん、クリクリ坊主で、手が疲れないかい？あ、よく買わないよ、どういうんだろう。あ、また電池がないかもね。また電池が終わってるからね。結構電池が終わっちゃうんだよね、すぐね。今日は栗の日だって。あ、栗の日なの？あ、9月6日あ、9日じゃない、9日。コメントであったよ、その初めて聞いた。9月9日は別に99だけど、私初めて聞いたの。9月9日、コメントで聞いたからさ、じゃあ栗の日で栗ご飯するとか、じゃあうちもしようと思って。あ、そうなんだ、9月9日って栗の日なんだ。うん、他の方はどういう風に作るんだろう。ん、他の方はどういう風に作るんかな、栗。だからそれがさ、うん、言葉がはっきり聞こえちゃった。うん、電池があるか見てみるか。うん、電池がないんじゃないか。はい、じゃあこれでクリクリ坊主で栗を剥いています。この作業ね、 あと口だもんな。あ、よかった。うん、うん、じゃあ今日は栗ご飯で楽しみだな。怒ったんかね。そうだろうね、寝てて、うん、寝てて、ちょっとなんだか知らないけど、どうも聞こえなくておかしいと思った、うん、入ってなかったな。どうも聞こえなくておかしい、うん、笑っちゃうね。ダチョウ家が具合が悪いんかと思った。これでどうかな。これで、まだだ。まだだ、なんとも言ってこない。あ、そんなか高くあるの？あ、ほら。あ、つながった。うん。はい。でも 80% なんだ。入れた。まあいいや。まあいいや。聞こえるようになった。聞こえるようになった。ああ、よかったよかった。だからさっきからおかしいと思った、うん、はい、遠いから意味が、うん、やだね、本当にこんなになると思わなかったね。そしたらコメントでね、うんうん、難聴になるのかね、うん、カラオケがね、うん、原因でなる、なそういう風に医者もお医者さんに言ったことがありますよなんて言ったらさ、あ、私も本当にカラオケだと思うよ、うんうん、うん、夢中になって覚えたからさ、うん、差し込んじゃう、うん、なんつなきゃあれよ、イヤホン、イヤホン差し込んで夢中になって覚えたな、うん、ちょっと失敗したね。失敗しちゃった、うん、分かってればね、難聴になると分かってるやつ、そんなことしないけど ね、失敗しちゃった。それである日突然にカラオケ歌ってたらさ、うん、雑音が入ったんだよね、うん、あれやら、なんかカラオケに雑音が入ったなんて、友達はそんなもん入ってないよなんつってさ、それからおかしくなっちゃった、うん、いやね、急激に来ちゃった。3年ぐらいあげないね、うん、ね、急に聞こえなくなっちゃったね。うん、嘘みたい、こんなに急に悪くなる。なければ全然聞こえないんだからさ、うん、ねえ、うん、これだけでもありがたいと思わなくちゃ。そうだね、うん、やだね、年は取りたくないね。みんな取る年だけど、
うん、あーよかった。あと2つ、うん、あと2つだけどさ、うんうん、これちっちゃいからさ、うんうん、朝栗がなくな、栗ご飯に栗がさ、うん、少なくなったけど誰か栗だけ拾って食べたんかね。そんなことはないでしょ。そんなことはないかね、うん、箱で終わり、うん、はい、よかった。去年もいっぱいもらってさ、うん、思ったけど、クリクリボードがない、なかった時は、うん、あれで剥いたんだよ、包丁で、うん、大変だね、包丁じゃね、うん、大変だよね、大変だったんだ、おばあちゃんなんか、うん、私ばっかりじゃなくて、私のメンバーちゃん大変だったんだよ、うん、みんなのやつ作って、メンバーちゃんも山栗か取ってしやったんだから、メンバーちゃんも根気だったからね、よかった今日は、はい、終わりました、はい、終わりました、はい、はい、栗の皮むき終わりました、うん、そしたら今度これだ、これ洗ってちゃんとしまわなくちゃ、また来年のあれに、クリクリ坊主、うん、来年のに、はい、よいしょ、クリ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 坊主、大変なんだよこれ、後始末がね、後始末が大変さ、うん、うん、ちゃんときちんとしとかなくちゃダメに使えなくなる、来年まで行くんだけど、来年もまたくりぬきできるかな、ね、くりぬきできるかな、来年もね、そしたらね、うん、油塗ってくんだ、油を塗ってね、うん、これで終わり、はい、そしたらこう、はい、あとここまた入れとく、はい、はい、これで終わり、うん、クリボードしまっておきます、うん、もう一つなんだよほら、あ、そうなん、これが一番最初に買ったやつ、クリ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 ボード2つある、うん、日だから、ちょうど捨てられる、明日が栗の日、今日が栗の日だよね、明日火曜日だろ、うん、明日ゴミの日、ああゴミの日ね、生ゴミの日だから、明日ゴミの日ね、うん、
ちゃうとした。迎え来た。お父ちゃん迎え来たんだ。と思うんだよ。こっちも取ってるんで、この間あともう一回しようと思って、うんここぐらい。冷凍しちゃうんだ。冷凍してね。うん。冷凍して。じゃあお米。お米。はい。上洗ってなかったね、まだ ね。はい、じゃあそれも蓋も洗っちゃってもらって。おかまが大きくてさ、はい、おかまが大きくてはね、うん、もっと いっぺんにいっぱいできるんだけどさ、おかまが小さいから4個買わなきゃね、新しいね、うん、コピーがね、うちの大人数だから、いや、大人数だね、4個って4個が近いよね、うん、
つもワンカップがあったからワンカップ一つ入れてさ、うん、そういうしてたんだ。お店やってる時は。ワンカップ買ってくればよかったな。また買ってこなくちゃね。うん、買ってこようか、ワンカップ。足りる？うん、足りる。これ足りる。うん。今度買ってしとくね、また。うん。それでいいかな、同じので。うん、同じだよ。うん。これ純米酒だったのね。うん、純米酒って書いてあったね。じゃあ、お塩入れて。うん、塩加減つけどさ、うん、そしたらば4個だけど、これが入るから少しね、くり分け、うん、はい、これで終わり。これで今いく時だ。20分経ったらスイッチ入れろ。まあ20分経ったらスイッチね。はい。じゃあ20分セットして。20分経ったらスイッチ入れる。はい。ね。そしたら今日のあれ、今日はブリ買ってしまったから。じゃあブリね。うん、酒とみりん、うん、あ、これ適当にやっちゃうからさ、またまた適当なんだ、おばあちゃんがね、うん、ま、わかんないよね、いちいちね、適当、見た目で。醤油、うん、醤油、みりんと、みりん、みりん、醤油、みりんと、お酒かさん、足りなかったかな、買ってこようか。あ、足りた、ちょうど足りた。ギリギリ足りたね、よかったね、うん、はい、ブリの照り焼き始めます。ブリのね、醤油、ね、みりん、お酒、はい、お砂糖入れんだ。砂糖、うん、はい、できたの売ってんだけどさ、うん、前はタレ買ってきたやつでやってみたけどさ、うんうん、うまくないんでしょ。この間やったらうちの方のがうまかったからさ。そうなんだよ、そういうのは、ね、あんま美味しくないんだよ、ね、出来上げのは、うん、出来てやってか、不思議だけど自分中で作ったやつもうまい。どうだろう、食べるかな、これ体、うん、もう少しお砂糖入れて、甘い方は、うん、ちょっと甘めで、うん、美味しいからね。そうだね、うん、ちょっと甘めで、
これつけといて、うん、やっぱりさ、うん、ブリもすごいブリだね。うん、すごいブリだね。ね、しっかりしたブリだ。うん。うん、ちょっとつけといてね。10分もつけとけばいいと思うから、あれがちょうどあれでいいや、うん、ちょうどじゃあご飯のね、うん、ご飯がスイッチ入れるときにさ、うん、これもちょっとこれもね、うん、これもね、ちょうどさっきかけたご飯が11分37秒なんで、ブリもその頃でつけとけばね、つけといて適当だね、うん、適当でつけといて適当で、はい、あれでいいや、はい、ブリをタレにしました。洗っといてまたアレンジさ、これは洗ってね、洗って、うん、プラスチックのゴミで出さなきゃいけないからね、うん、あれのあれで ね、 ねプラゴミの時にね、プラゴミはちょっと洗っといて、洗って出しとかな、出さないとね、プラゴミ別にすると生ゴミが減ってね、生ゴミが少ないとなるね、プラゴミの方が多くなるね、プラゴミの方が多いんで、はい、そうだね、はい、じゃあブリの下ごしらえが終わったね、うん、10分、はい、じゃあ10分ほどちょっと、うん、あ、これが終わる頃休憩してね、はい、そしたらコメントの返信でもしてる、ね、あ、そうだね、コメントの返信して、ご飯と合うんだよね、照り焼きって。あ、ここで死ねえだろうと思って。どら焼きです、セホテのどら焼き、はい、おばあちゃん甘いものをちょっと食べてエネルギー補給してね、うん、あ、グリーンのね、何やつ使うかな。
そうか、まあ、タレもね、うん、また何か使うんだよね。これね、つけたままだとね、うんうん、焦げちゃうからね。ああ、なるほど、焦げちゃうんだね。うん、一旦じゃあ、うん、水を取って、タオルでね。こうして。はい。またね、これを見て、うん、ブリの照り焼きをね、作る人がいるから、うん、そうだよね、ね、分かりやすくやってください、うん、適当だけどね、うん、適当でいいんだけどね、うん、でも、うん、一応やり方がね、分かれば、うん、おばあちゃんが散々やってたから、うん、昔はね、うん、私じゃないよ、うん、前のばあちゃんがね、ベンばあちゃんがね、ベンばあちゃんが、ベンばあちゃん作ったっけ、ブリの照り焼きなんか、うん、おじいさんはほら、うん、ステーキ焼いてくれたの。そうですね、うん、おじいさんはステーキ焼いてくれたり、おじいちゃんはね、うん、一応料亭やってたんでね、料亭っていうかなんだ、小料理屋して、小料理屋おじいちゃんみんなしてたからさ、おじいちゃん小料理屋してました、うん、小料理屋、私娘だったけど何にも、ああ、おばあちゃんは小料理屋の娘でしたが、うん、料理は全然できませんでした。戦争中だからさ、うん、戦争中でやめになっちゃったからさ、うんうん、なるほど、うん、小さい時だったからね、うん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 、いいんだ、もう焼いちゃう、うん、焼いちゃう、早すぎるか、ちょっと早いね、まだね、じゃあもう少し待ってらね、まだ少しだからね、もうちょっと、うん、あと30分ぐらいしたら焼こうか、うん、はい、すぐ焼けちゃうからね、そうだね、いや、まだ早いから、じゃあ、つむつむでもやってれば、うん、変身しようかな、うんうん、そうだね、今日はしてないわ、あ、じゃあまたトマトと今日は掃除だでさ、うん、あ、それね、うん、それもちゃんと洗っとかないとね、うん、今日は掃除したね、そうだね、掃除したりさ、うん、洗濯して掃除して5時前から起きてやってなくったけど、うん、そうだね、君